ジャマイカ、ジャマイカは中央アメリカ、カリブ海のダイアンティル諸島に位置する立憲君主制国家であり、英連邦王国の一国である。島国であり、北にはキューバとケーマン諸島が、東にはジャマイカ海峡を隔てて、イスパニョーラ島に位置するハイチとドミニカ共和国が存在する。首都はキングストン。イギリス連邦加盟国の一つ。アメリカ。 カナダに続き、アメリカ州で3番目に、英語の話者が多い国でもある。正式名称は、英語での発音はあえてカタカナ転記するなら、ジャメイカに近い。日本語の表記は、ジャマイカ。国名は、先住民だった、アラワク人の言葉ざまか、ザイマカにちなむ。この言葉は、木と水の地、あるいは泉の地、を意味する。当初スペイン植民地となった際にスペイン語でジャマイカ。 ハマイカと綴られ、後にイギリス植民地になると、綴りは変えられずに読みだけが、英語読みになり、ジャマイカ、ジャメイカと呼ばれるようになった。ジャマイカ英語では、ジャメイカ、ジャマイカクレオール語では、ジャミエカ、ジョミエカ、ジュミエカなどと呼ばれる。ヨーロッパ人の到来する前のジャマイカには、南米のギアナ地方から渡ってきたとされる、アラワク系のタイの人や、カリブ人が存在していた。 1492年にクリストファー・コロンブスがアメリカ大陸を発見すると多くのヨーロッパ人がジャマイカを訪れた。1494年にはコロンブス自身が第二回公開においてジャマイカ島を発見した。その後1509年にスペイン領となった。スペインはこの地にサトウキビのプランテーションを設置して荒枠族を容赦なく国使したため、 その数が著しく減少した。スペインは西アフリカから黒人奴隷の輸入によって労働力を確保した。しかし1655年、イギリス語国境、オリバー・クロムウェルの命を受けてのイスパニオラ島攻略に失敗したイギリス海軍、提督ペン、アメリカ合衆国のペンシルベニア州を創設したウィリアムペの父と将軍が残存兵力を率いてジャマイカに侵攻し、 ほぼ無欠でこの島を占領した。1670年にによって正式にイギリス領になった。イギリスは港町ポートロイヤルを主婦とし、ジャマイカにはイギリス海軍の司令部が置かれ、海賊や司略船の母校となった。1692年ので町が倒壊したため、北のキングストンに主婦が移った。さらにイギリスはジャマイカを拠点にして、 カリブ海への影響力を強め、ミスキート族の王国、ゲンニカラグア、ホンジュラスや、エーリョホンジュラス、ゲンベリーズが、イギリス領になったのも、ジャマイカからの圧力のためであった。黒人奴隷や、逃亡黒人の反乱、1731年の第一次、マルーン戦争、1795年のは長い末月の黒人奴隷が放棄した、1760年なども、起こり、 配置革命1791年から1804年の際にはトゥーン・ルーベルチュールによるジャマイカ侵攻の可能性もあったが結局は実行されなかった。ラテンアメリカ諸国の独立時にも白人支配層によってジャマイカが独立するような動きは存在しなった。1831年から1832年和の成立に大きな影響を与えた。 1865年には英国の支配に対する大規模な黒人の反乱が起き、総督エアは召喚されてジャマイカは英国の直轄領となったジャマイカ元。1938年にジャマイカ労働党 JLP が設立され、1958年から1961年まで西インド連邦が樹立された。1959年にはイギリスから自治権を 獲得し、1962年に、イギリス連邦加盟国として独立。なお、独自の原首を持たず、イギリス国王を原首とした、英連邦王国。その後、保守のジャマイカ労働党と非同盟、民主社会主義政党の人民国家党が、交互に政権に携わっている。近年は、新米路線を踏襲している。政治体制は、ジャマイカ国王を国家元首とする。 立憲君主制。英連邦王国のため、ジャマイカ国王の地位は、名目的にイギリス国王と同一人物となっており、首相の推薦に基づき国王が任命する総督が、その権限を代行する。前首相、ポーシャ・シンプソンイコール・ミラーは就任翌日の2012年1月6日、独立50周年である2012年中に、独自の大統領を置き、共和制に移行する計画を発表した。 パトリック・アレン総督が国家元首を国王から非常勤の大統領に変更する憲法の修正を2016年4月16日までに議会に提案した。銀内閣制のジャマイカでは行政府の長たる首相が政治の実権を握る。総選挙の結果、下院で第一党となった政党の党首が総督によって首相に任命される。閣僚は 首相の助言に基づき総督が任命する。立法権を有する議会は両院制である。上院は全21議席。首相が13人を、下院の野党党首が8人を推薦し、総督が任命する。下院は全63議席。議員は国民の選挙によって選出される。上下院とも任期は5年。ジャマイカの政党には、 自治権の拡大と民主社会主義を掲げる人民国家党 PNP と労働条件の改善など現実的な社会改革を求める保守中道のジャマイカ労働党 JLP があり二大政党となっている他に国民民主運動統一人民党なども存在するジャマイカ国防軍は約二千八百人総人口のントの兵力規模で ジャマイカ連隊を機関に小規模な沿岸警備隊と航空団を有している。近年は麻薬密輸や凶悪犯罪対策のために警察支援活動を実施している。ジャマイカは3つの軍、カウンティーに分割され、さらに14の行政教区、パリッシュに分かれる。コーンウォール軍、西部は以下の行政教区を含む。ミドルセックス軍、中部は以下の行政教区を含む。 サリー軍、東部は、以下の行政教区を含む、ジャマイカはダイアンティル諸島で3番目に大きい島であり、キューバから160キロメートル南に位置する、面積10、991キロメートルと岐阜県ほどの広さの島国である。山がちな島で中央部には、山脈が連なり、国内最高峰は、首都キングストンの東部近郊にあるのブルーマウンテン山。 2256メートルである。1143メートルはブルーマウンテン山脈のすぐ付近にあり、ブルーマウンテン山脈と共にブルージョンクローマウンテンズ国立公園を構成しているなどの山脈やのような緑に覆われた山岳地帯もある。120にも及ぶ川が流れ、島は緑豊かな熱帯雨林に覆われた島である。本島から南、 約五十キロメートルから七十キロメートル離れた無人の珊瑚礁、ペドロ諸島とモント諸島はジャマイカ族領である。モンテゴベイの付近の海はモンテゴベイ海洋公園となっている。メイペンの南方の海岸付近のアリゲーターホール、アリゲーターホールというマングローブの湿地にはワニも生息している。ジャマイカの気候は熱帯で暑く湿っているが内陸部ではやや穏やかな気候になる。 南岸のリグアニア平原とペドロ平原のような地域では相対的に乾燥した雨影の地域となる。ジャマイカは大西洋のハリケーンベルトに位置しており、そのためにかなりの被害を受けることがある。1951年のと1988年のギルバートがジャマイカを直撃し多くの被害と死者を出した。2000年代にはアイバンと ディーンが2010年代にはサンディが島に厳しい天候をもたらした。IMF によれば2017年のジャマイカの GDP は147.7億ドル、一人当たりの GDP は5109ドルで高中心国に分類される。経済成長率はわずか1%台で推移し、今後も微増が続く見込みである。OECD によれば 2009年の失業率は14.5%、特に24歳以下の若年層では3割超と、世界で最も高い水準にある。工業が、ジャマイカの経済を支えていると言える。防気サイトは、世界第4位の生産量、1312万トン、2002年、である。防気サイト以外の鉱物資源は金、塩のみである。 農業には2002年時点で人口の10%が従事する。一人当たりの耕地面積は1.1ヘクタールである。気候条件により、主食作物の栽培は、サツマイモ2万5000トン、ついでキャッサバに偏っている。商品作物では、ココナッツ、バナナである。畜産業は鶏、ヤギ、ついで牛を対象とする。高級コーヒー豆として、 有名なブルーマウンテンの80%は日本に輸出されている。コーヒー豆の生産は3000トンに止まり、世界生産量の0.04%に過ぎない。工業は食品工業、繊維業に偏る。観光も使用産業でモンテゴベイやオーチョリオスなどは有名なリゾート地である。しかし、犯罪が多いため周囲に、 壁やフェンスを張り巡られたリゾート施設が増えてきている。他、軽工業とアメリカ企業へのデータの電算機処理は成長部門である。先住民のアラワク人は、他の多くのインディヘナと同じようにヨーロッパから持ち込まれた薬病に対して免疫力がなく、植民地時代に絶滅した。その後、砂糖プランテーションを支えるための労働力として、 西アフリカから奴隷として連れて来られたアフリカ系の諸部族民が住民となった。現在の国民はアフリカ系が大部分90.9%をお占め、インド系1.3%、白人0.2%、中国系0.2%、村ト7.3%である。現在は中国、南アジア、コロンビア、及びその他のカリブ海諸国から移民は流入している。 20世紀の後半に大規模な政党業が行われたが、労働力不足のため、インド人、隠居や中国人、多くは八カ人の季節労働者がジャマイカに集まった。このため、現在のような多人種国家が出来上がった。国家のモットーは、ワンアウトオブメニー、多くの部族から一つの国民にである。イギリスの旧植民地だったこともあり、公用語はイギリス英語である。 日本で出版されているガイドブックなどでは、ジャマイカではパトワ語が話されているという記述を見ることがあるかもしないが、そもそもパトワという名前は、カリブ海諸国におけるヨーロッパ言語のクレオール語の総称であり、ジャマイカの起伏が激しい地形も手伝って、地域色も色濃いため必ずしも正しいとは言えな。なお、ジャマイカ英語は、英語の方言の一つであり、クレオール言語である、 パトワ語とは異なる。ジャマイカのパトワには、R と L、B と V の区別をしない、ザットやシンクを、ダット、ティンクと発音するなど、発音面での簡略化が見られる。またこれらの変化は、パトワを表記する際にも現れることがある。パトワの語彙の中には、英語だけでなく、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、アジアの諸言語、ヒンディー語、ッカ語先住民の言語、 アラワク語なども混じっているが、英語以外のすべての要素を合わせたよりも、アフリカの諸言語、アカン語、イウェ語、ヨルバ語の影響の方が多い。しかし、ジャマイカ人は学校で標準英語の訓練を受けているため、英語が話せれば、ジャマイカ人とのコミュニケーションで困ることはない。地名には、スペインの植民地時代を反映して、オーチョリオスなど、スペイン系の地名も多い。 宗教はプロテスタントが61.3%、ローマカトリックが4%、その他、ラスタファリ運動、イスラム教、ユダヤ教、無宗教者を含むが34.7%である。ジャマイカのプロテスタントは、ブードゥー教やサンテリアのように、ジャマイカで独自のアフリカ的発展を遂げたものもある。その他のキリスト教としては、バハーイー教、仏教、イスラム教、 ヒンドゥー教などがある。ユダヤ人の数は200人ほどと少ない。ジャマイカのユダヤ人は15世紀にスペイン、ポルトガルで迫害されていたユダヤ人にルーツを持つ。6歳から11歳までが義務教育機関となっている。2003年の推計によれば15歳以上の国民の識字率は87.9%である。 主な高等教育機関としては、西インド諸島大学、1948年、ジャマイカ工科大学、1958年、北カリブ大学、1919年などが挙げられる。特に、キングストン市では、殺人、強盗などの凶悪犯罪の発生率が高い。2009年の殺人事件は1660件で、あるなど、ジャマイカは長年にわたって、 世界で最も殺人事件発生率の高い国の一つであり、国連の調査によると、大抵、コロンビア、南アフリカ共和国に次いで世界第3位となる。警察による殺人も多く、2010年にアルジャジーラが放送したドキュメンタリー番組、People and Power Island of Music and Murder によると、2010年1月から4月間だけで、警察による 一般市民への銃撃は83件であり、2000年から2009年の10年間に9 0 0人以上が警察に殺害されている。2010年6月には、麻薬王、クリストファー・コークの逮捕をめぐり、軍、警察とキングストン・チボリガーデン地区の住民及びギャングとの間で、激しい銃撃戦が起き、乳幼児を含む76名が死亡するなど、ギャングや、 政党間の闘争も過熱である。過去数十年の間に多くのジャマイカ人が、主にイギリス、アメリカ合衆国、カナダに移住した。これらの移民は最近では数が少なくなっている。しかし、海外に居住する膨大な数のジャマイカ人はジャマイカ人のディアスポラとして知られるようになった。また、キューバへのジャマイカ人の移民もあった。海外に居住する。 ジャマイカ人の集中はニューヨーク市、バッファロー、マイアミ大都市圏、オーランド、タンパ、ワシントン DC、フィラデルフィア、ハートフォード、ロサンゼルスといった合衆国の諸都市で多い。カナダではジャマイカ人はトロントに集中しており、モントリオールやオタワにも小さなコミュニティが、ある。イギリスでは多くの都市にジャマイカ人のコミュニティがあり、そこで彼らは ブリティッシュカリビアン共同体の大部分を占めている。イギリスの作家イアン・フレミングはジャマイカに住んでいたことがあり、007ジェームズ・ボンドにはジャマイカから着想を得た話がある。セントルシア出身のノーベル賞作家デレック・オルコットは西インド諸島大学で学んだ。ジャマイカ出身の作家としてはクロード・マッケイやルイス・シンプソンが挙げられる。スカイゼンにおいてメントは トリニダード・ドバゴのカリプソと混同されながらも1950年代にアメリカ市場で成功し、ジャマイカ音楽の世界での成功の基盤を築いた。1960年代初頭にジャズなどのアメリカ合衆国のポピュラー音楽の影響を受けてスカが誕生し、その後ロックステリオを経て1960年代後半にレゲエが誕生し、ダブやダンスホールレゲエ、 ラガマフィンなどの音楽ジャンルが生まれた。1970年代のボブ・マーリーザ・ウェイラーズの世界的ヒット以降、レゲエとそのサブジャンルは世界的に認知を広、各地のポピュラー音楽に対して影響を与えている。ジャマイカ映画の知名度は高くはないが、キングストーンのトレンチタウンでレゲエの生まれた時期を取り扱った1972年。 ジャマイカ発の長編映画として有名である。国技はクリケットである。他に、サッカー、競馬も盛んである。サッカーは、国内リーグがあり、サッカージャマイカ代表は 1998FIFA ワールドカップに出場、グループリーグで日本と対戦し、2から1で大会初勝利を挙げた。また、2000年代に入ると、スプリント競技において、 義務教育からの徹底した訓練と国による助成で人材の海外流出に歯止めがかかり100メートル競争200メートル競争と400メートルリレー総世界記録保持者のウザインボルトおよび100メートル競争前世界記録保持者のアサファ・パウエルらを輩出したウィンタースポーツとしては1988年のカルガリー冬季オリンピックに出場して以来ボブスレーが盛んであり 1993年には、同五輪出場時のエピソードをもとにした、クール、ランニングという画が制作された。ジャマイカでの調理方法は、主として、アフリカなど、英国、中国、インド、スペイン、アイルランド、スコットランド、マルーン、その他の多くの異なった文化の影響を受けている。2015年の第39回世界遺産委員会終了時点で、 ジャマイカにはユネスコの世界遺産リストに登録された物件が1件ある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。